おはようございます、本日は、富士スピードウェイにやってまいりました、めちゃくちゃ久々にですね、エコカーカップに、参戦いたします。2年ぶりとか3年ぶりとかそれぐらいなんじゃないかな、チームギアプラスさんでですね、初期型インサイトに乗って、エコカーの3時間のレースをですね戦っていきたいと思います。3分15秒切ってはいけないというですねルールのもと、レースをね行っていきますが、今日はねその模様を久々に撮影しながら車載とともにお届けしたいと思います。マシンは毎年恒例、初期型インサイトで戦います。もうね現行のものすごい燃費がいいエコカーにねこの初代インサイトでね戦うという、面白さがあります。5速マニュアル、過去にはね総合優勝もしてるので今日もなんとか今年初レースになるので優勝を取れるよう頑張っていきたいです。
10秒前ぐらい。私のファーストスティントを終えですね、現在レースは1時間13分を過ぎました。3時間のレースなんでね、もうちょっとで約半分といったところでございます。はい、現在ねクラス8位ということで、一応ねあの燃費と、いろいろあの様々な、ね、要件があっての総合での、勝負なので、まだちょっと分かりませんが、現在クラス8番手でございます。ちょうど戻ってきました。時間が
残り5分を切りました。着順はね、最初は分かりませんが、装着ペナルティもなく、なかなかいい感じで走れているのではないかと思います。残り3時間のレースも残り5分を切りました。さあ、もうすぐ戻ってこようかというところ。チームギアプラスアルファインサイト、まずは180分の方のレース、今チェッカポジション取ろう、位置決めよう、もうちょい前に行こう、前に行こう、
抜けられなくなっちゃうから前に、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、00、OK。